どうも、ホロキューです。ご視聴ありがとうございます。で、今回はプロゲーマーやストリーマーの方の配信中にこういった自負アニメを見ることがあると思います。で、これはストリームラボ OBS のアラートボックスっていう機能なんですけど、この機能を OBS に取り込んでライブ配信中に表示するっていう方法を説明します。で、これからもね、この配信ソフトだったりとか機材の紹介っていうのをしていくので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ストリームラボ OBS は OBS は違う配信ソフトになっていて、であまり聞いたことがないかもしれないんですけど、実は個人配信の方にめちゃくちゃ相性がいい機能が揃ってます。でこれからね配信しようと思っている方、まあ、すでに配信されている方もぜひ参考にしてみてください。それでは行きましょう。まずアラートボックスについて、この設定をするとチャンネル登録をしてくれた人のユーザーネームが画面上に表示されて、で効果音もつけてくれるので非常に気づきやすくなるんですね。でチャンネル登録をしてくれた人への、まあ、お礼も伝えやすくなるので、ぜひこの機能を使ってみてください。そしてチャンネル登録以外にもこのような通知を設定できます。タブスクライブ、ドネーションだったり、スーパーチャット、そしてジフアニメと一緒にテキストメッセージを送ることができるんですけど、これも通知の種類によって個別に設定することができます。例えばツイッターフォローだとこういったジフアニメだったりとか、で YouTube のチャンネル登録だとこういったジフアニメだったりとかっていうことを使い分けることができます。ドネーションって馴染みがないと思うんですけど、まあ、PayPal を使用して直接配信者へ寄付することができる機能になってます。でさすがにね、この通知を全部許可しておくと見ている人の、ね、気が散ってしまうことがあるので、必要最低限のものだけね通知をオンにしておいてください。よく見るのはチャンネル登録者だったり、ツイッチだとあと寄付、まあ、ドネーションの機能っていうのを使っている人が多かったりします。もちろんこのジフアニメもオリジナルで作ることができます。でプロにお願いしたいときはツイッターとかイラストサービスを使ってね依頼するのがいいと思います。でイラストサービスでいうと、ココナラとかスキマというものがあります。まずは OBS をインストールする必要があるので、概要欄に貼ってあるリンクからダウンロードしてパソコンにインストールしておいてください。次にやっていただくのがストリームラボ OBS のサイトを開いてください。ストリームラボ OBS で一番上のリンクをクリックします。そうするとこういった画面になります。で上のメニューからログインをしてください。でここから YouTube に配信するために YouTube のアカウントでログインする必要があります。で Twitch とか Facebook っていうところにも配信することができます。で今回は YouTube なので YouTube を選択。 Gmail でログインを進めるとこういった画面になります。で無料版と有料版、どっちか選んでくださいという画面なんですけど、アラートボックスは無料で使えるので無料版を選んでください。ちなみに有料版を選んだ時はこういった機能が使えるようになってます。注目するポイントとしてはプロの人たちがデザインしたこのオーバーレイっていうのを使えたり、 Facebook や Twitch にサイマル配信をすることができるようになってます。であとストリームラボ OBS にいろいろなアプリがあるんですけど、そういったアプリもね使うことができます。でこの有料版の違いとかはまた別の動画で紹介できればと思いますので、今回はスキップします。なので無料版を選んでください。コンティニュー。そうするとこの PayPal を登録するページに行くんですけども、まずは登録しなくてもいいのでこれもコンティニューを押します。続いてはこういったダウンロードストリームラボ OBS のページに移ります。で今回は OBS でストリームラボ OBS の機能を使う動画になっているのでスキップしてください。でちなみにストリームラボ OBS の画面はこういった感じになってます。 OBS ととても似ているインターフェースになっていて、まあ、使いやすさもね、非常にあるので、これはまた別の動画でね紹介できればと思います。はい、では最後のページになっています。これは有料版の宣伝なのでフィニッシュを押してください。はい、そうするとこういった画面になります。今全部英語になっているのでまずは日本語に直していきましょう。で右上のプロフィールアイコンから English、 これを日本語に変更します。日本語、そうするとメニューとかがね表記が全部英語になっています。まあ一部左側のメニューが英語になっているんですけど、ここで見てほしいのが左のメニューのここ通知ボックスっていうところ、これを選択します。はい、そうするとこういった画面になります。でポップアップウィンドウ出てくるんですけど、もうこれは閉じちゃってください。なんかいろいろごちゃごちゃ出てきますね。ただ見るところはこの下の方ですね、ここのエリア、ここのエリアがアラートボックスの設定画面になってます。
えば、スーパーチャットを選択してください。はい、こういった設定画面に移ります。でいろいろね細かく設定できるんですけど、一旦もうこの状態で OBS に取り込めるので、どういった感じに出るかっていうのをまず見ていきますね。で見るところは一つこのウィジット URL っていうところで、今こう URL が隠れてるんですけど、この右側のコピーボタン、これを押してください。でコピーを押したら OBS を立ち上げます。 OBS を立ち上げたらこのソースの左下のプラスマークを押してください。その中からブラウザアラートボックスっていう名前をつけておきます。そうするとこういったポップアップのウィンドウが出るので、この URL のところを選択してコントロール V でペーストします。幅とか高さもねここで数値を入れられるんですけど、一旦 OK します。そうするとこの赤い枠だけが表示されていると思います。ここで次にテストしてほしいのが、一旦ストリームラボ OBS のサイトに戻ってスーパーチャットテストボタンがあるので、これをクリックしてください。はい、そうするとこういった感じで GIF アニメが表示されます。20ドルドネーションされましたっていうメッセージもねちゃんとついてます。ただこの背景が黒いとちょっと透過されてるかわからないので、ウェブカメラも入れてもう一度テストしてみましょう。はい、無事に透過されてます。こういった感じになりますね。でサイズも自由に変えれるので、これはね、自分の配信のレイアウトに合わせて調節してください。でウェブカメラの取り込みについては別の動画でも紹介しているので、そちらをご覧いただければと思います。デフォルトのレイアウトだとこういった感じになりますね。そして2つ目のレイアウトを選択するとこういった感じになります。 GIF 画像めっちゃ大きく出て、その手前に文字が並ぶような感じ、イラストがしっかり見えて、これオリジナルで作ったら結構インパクトいいかもしれないですね。そして最後のレイアウトでこんな感じですね。左右にバランスよく並ぶようなレイアウトになってます。続いてはアラートアニメーションで、これはアニメーションの入るタイミングと出るタイミングにエフェクトをかけるかどうかっていう設定です。デフォルトだとフェードインとフェードアウトの設定になっています。でこれもねいろいろ選べるんですね。ズームインだったりズームアウトだったりとか、あとバウンス、なんかこうボヨンボヨンとしたようなエフェクトをかけたりとか、であとスライドイン、まあ、左からシュッて入ってきたりとか、そういったものもいろいろあるので、これはね好みのものを設定してください。まあ、基本的にはフェードインフェードアウトでいいのかなと思ってます。そしてオープンテキストスピーチで、これデフォルトだと無効になっているんですけど、これ読み上げてくれるようです。誰々さんがドネーションしてくれましたっていうものを、AI がおそらく読み上げてくれるんですけど、まあ、ジャパニーズだと水木っていうボイスが選択されています。This is a test super shout out for 80 ドル。続いて最小限度の読みで、ここ今ゼロになっているんですけど、これゼロにしておくと全てのスーパーチャットを読み上げてくれます。特定の金額以上だけ読み上げたいという場合はここに、その数値を入れておいてください。続いてメッセージのプレートです。ここを一番変えることが多いと思います。誰々さんがいくらドネーションしてくれましたっていうようなメッセージになっているんですけど、ここを日本語に変えておきましょう。例えば誰々さんいくらの寄付をいただきました、びっくりマーク。メッセージのテンプレートも変えて設定を保存した後、このスーパーチャットテストを押すと、はい、こういった感じに日本語に変わります。続いてアニメーションテキストです。これは緑の文字のところがよく見ると動いているんですね。でこれのアニメーションの設定です。デフォルトのウィグルの設定だとこんな感じになります。緑の文字がウニウニ動いているのが分かると思います。バウンスを設定保存してテストをすると、こういったバウンドしているような感じの文字になります。でパルス設定を保存してテストをすると、文字が大きくちっちゃくなって流れるような文字になります。続いて画像ですね。ここは GIF 画像のところで、デフォルトだとこのゾンビの画像になってます。これもね選べることができます。一番右のこのセレクトイメージっていうアイコン、これを選択してください。そうすると
プリセットでこういくつかすでに用意されているものがあるので、好みのものを選んで設定してみるとその画像が表示されます。例えばこのウサギの自負アニメが良ければ選択してセレクト、これでウサギの自負画像に変わっているのが分かると思います。画像を設定してから設定を保存します。でテストをすると、はい、変わってます。これ昔のポケモンのキャラだと思ってたんだけど、名前忘れちゃいましたね。なんだっけな。もちろんプリセットで揃えてある GIF アニメも使えるんですけど、やっぱりオリジナルのものでね作りたいという方も多いと思います。そういった方は上のこのアップローズっていうタブを選択してください。そしてここから事前に用意してある画像を登録します。そうするとこういった感じに出てくるので、登録した画像を選択してセレクトボタンを押します。はい、これで設定が終わりました。サウンドもプリセットでいくつか用意されているものがあって、で右上のこの星マークを見ると分かるんですけど、これがついているものっていうのはプライム会員じゃないと使えないものになってます。下の方に行くと、まあいろいろあるんですね。でこれもまあ好みのものを選んで設定してみるといいと思います。続いて音量です。これはサウンドで設定した音のボリューム、デフォルトだと50になっているので、まあ、基本的にここをいじる必要ないかなと思っています。続いてはアラートの表示時間というところ、これはスーパーチャットされた時に GIF アニメを何秒間流すかという設定です。今だと10秒間流れるようになってます。これも特に触る必要ないかなと思います。続いて警告のテキスト遅れ、これは何かっていうと GIF アニメと一緒にテキストメッセージが送れると思うんですね。これを設定しておくと、例えば4秒にすると GIF のアニメが先に出て4秒後にテキストメッセージが表示されるっていうような設定になってます。まあ、基本 GIF アニメと一緒にメッセージも出した方がいいと思うので、この設定も0にしておくことをお勧めします。そして最後にカスタム HTML、CSS を有効にするかしないか、これはねすごく専門的な知識になるので、詳しい方は有効にして、オリジナルのものをね作るのをチャレンジしてみてください。それではスーパーチャットの設定は以上になります。で同じように、メンバーだったりサブスクライバーだったりドネーションという設定もできるんですけど、よく使うのがおそらくメンバーなので、この項目だけねさらっと見ていきます。基本的に全て同じような設定になってます。で忘れないでほしいのがこのやっぱりメッセージのテンプレートというところ、これだけ日本語にしておいて、何々さん登録ありがとうございました、これを日本語にして設定を保存してください。そして、テストメンバーを押すと、はい、こんな感じで日本語でちゃんとね、表示することができるようになりました。最後に1点だけ OBS で注意してほしいことがあります。このソースの欄を見ていただくと、ウェブカメラが上でアラートボックスが下にあるんですね。この設定だとアラートボックスがウェブカメラの背面にあるので表示されないんですね。なので必ずアラートボックスが上にある状態にしておいてください。こまぎ、はい、アラートボックスの説明いかがだったでしょうか。まあ、なんといってもチャンネル登録をしてくれた人に対して、まあ、ライブ配信中にお礼が言えるっていうのはね、見ている人たちも嬉しいと思います。であと他の人たちの、まあ、配信と差別化するためにもこのアラートボックスの機能ぜひね試してみてください。で他にもこのストリームラボ OBS の機能で説明しきれなかったことがあるので、他の動画でね説明しようと思うので、ぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回。またねー。